結構人生変わったと思ってて、自分は、うん、お金かけてでもやるべきかなみたいな。こんにちは、フェアピーカード緊張の柴田です。天の声のプロデューサー天 P です。リンゴちゃんさんの3ヶ月検診です。まあ、お受けになった内容がクイック貯金法の2点止めと死亡除去脱脂をしていただきました。先生どうでしょうか。赤身で子供を作りするご本人の感想、うん、どうですか。自分から言うまで周りの人からやったらいいでしょって言われたことがあって、はい、めっちゃ自然でいい。はい、仕上がりとしては満足、うん、おーよかった、はい、どれぐらいからそのように自然になってきたなって感じました。1ヶ月経ったぐらいからもう化粧したら普通に馴染むかな。なるほど。治療前のお写真も出しましたが、こういう目でした。重たい感じがやっぱりなくなってますね、うんうん、はい。ラインは二人のライン、いい感じ、うん、平行型はもともと希望されてたんですね、はい、それで経過としては、うん、これ目の黒い部分の出方もだいぶ出る。はい、やっぱり目が大きくなってこうキラーンとした印象になってます。もともと目頭切開もちょっと興味があったということでしたよね。この時に、まあ、先生から、まあ、ちょっと待ちましょうという話だったと思うんですが、今でも目頭切開の思いはある。ちょっとまだ考えてるんですけど、はい、また別の部位も含めてまたいろいろ調整してきて。なるほど。経過で大変だったのっていつ頃でしたか。最初の1週間です。1週間晴れてた時も特に周りに何か言われたりはなかったですか。外には出れない。あ、なるほど。だいぶ晴れてきた。はい。ご本人もご満足いただけた。点数何点いただけますでしょうか。1点。ありがとうございます。癒した感じになりました。はい。経過順調ということで、はい、先生安心しましたね、はい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、お一人様本音トークをいただければと思います。実際、まあ3ヶ月丸々経ってみて、治療前の状態と見比べてみて、一番ここが良かったなっていうのはどういう点かありますか。作ってた時よりもその目の空きがめっちゃ良くなったのと、はい、化粧時間が3分の1とかになったのもそうだし、終わったねって周りから言われるのが大きいです。なるほど。今日メイクして来ていただきましたけれども、はい、印象が違いますね。アイプチしてる時とやっぱり違いますよね。全然違う、うん、あのおっしゃる通り目の開きがすごく自然にしっかり開いてる感じがあるので、なかなかね二重の決断ができない人たちもたくさん見てるんですけれども、何か目の前のユーザーさんたちに伝えてくれることがあればお願いします。結構人生変わったと思ってて、自分は、うん、めっちゃバイト頑張ってお金ない中でギリギリってなってでも、はい、お金かけてでもやるべきかなって、はい、うん、はい、わかりました。金額的な話出ましたが、金額的にはどうでしたか。いくつかクリニックは見比べたんですか。はい、はい、家からの距離的なこともありますけど、金額見て埋没で10万以下で選択肢が少ない方がいい、うん、そういうクリニックはだいたいいいとこだよっていうのを見て、はい、その通りだったので選ばせてもらって ありがとうございます。次に考えてることって何なんですか。はい、眼瞼下垂、目の眠い時とかにちょっと落ちちゃうのがあって疲れた時とか。なるほど。もうちょいこうパチッてパチッと、はい、はい、また別の部位たくさんあるんです。はい、またその時はぜひ声をかけてうちで言ってください。眼瞼下垂は多分必要ないと思います。あ、本当ですか。はい、眠い時はみんな眠いだからそこは対象。ちょっと目閉じた感じもらってもいいですか。はい、じゃあ開けてください。閉じてください。うん、死亡除去したあたりの箇所も全然傷跡としてはないですね。よかった。はい。人生変わったって言ってもらえると私たちも嬉しいです。はい。お疲れ様でした。3ヶ月。ありがとうございました。普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。